突然渋滞しましたね。羽田線なんでしょうね。なんか出てますね。なんだろう。事故っぽいですね。今結構私手前で、だいぶ手前からもうハザードつけて、後ろに対してもう渋滞してますよっていう風に、ちょっと余裕を間空けて余裕持って、ちょっとハザードで後ろに追突防止促しましたが、結構やっぱり渋滞のギリギリでハザード出して止まるよりかは、さっきみたいに手前で、もう後ろの車に対して合図をすれば、もし万が一ですよ、すんごい勢いで後ろから来ても、まあちょっと自分としては多少前に逃げる余裕ができるので、だからぜひ皆さんもですね、今みたいな突然の渋滞出てきた場合はギリギリでハザードランプつけるんじゃなくて、さっきみたいにだいぶ手前でちょっとハザードつけて、後ろの車に対して知らせた方が、より安全です。これはおすすめいたします。